源ちゃんってさ代表作いっぱいあるじゃん。うん、これ知ってるんだけど、うん、昔から追ってるから、うん、で何があるの3つぐらいなんか教えてよ。代表作、うん、まあ、急にそれ言われるとなんかその要するに作品の種類が多すぎてどれが代表かって今分かってないんだけど、どれが横山健太郎でも通してあの考えてるコンセプトっていうかアイディアがあって、うん、でそれがその動きっていうものってすごく重要だなって、それはそう昔から思ってて、それはあの例えばあのキャンプファイヤーとかで焚き火見てたりするのって面白いじゃん。あとまあ本当に森の中でそうやって木が動いてたりとか波見たりするのとか、まああとはその映画見たりするのもそうだし、人間が興味持つものって結構動きがあるもの、そうあるものがすごく多いと思って、けど陶芸ってさ、物は動かないけど、動かないけど、でも他のいろんなものの中でも動きがあるものなので、例えば垂れがあったり、ひびがあったりとか、昔ながらの日本の陶芸でも。で、だからそこの観点では、すごくその陶芸ならではのその動き、これだってさ、やっぱりそのまっすぐストレートじゃない、このなんか歪んだ感じだからこそ、動きが見えたりするもので。でまあそれ真似しちゃったら面白くないじゃん、それ同じことをやっても。だから自分の中でどうやったら動きが出るのかなっていうことを作品の中で考えて、まああれこれ試行錯誤して、そのやっぱりその垂れるっていう形を作るにしても、ただ釉薬を垂らすんじゃなくて、もう粘土自身を垂れてる形にして、そこで動きをつけてみたりとか、もともと幾何学の形のものを溶かした状態の形を作って動きを出して、だからその動きの一つでその溶けるっていう、溶けてるっていうのを一つのコンセプトして作ってるんだよね。だからその最近作ってるお茶碗とかでもちょっと足みたいのがついてたりとかして、ね、でもなんか動き出しそうなとか、やっぱそのなんか動物的なその要素も取り入れてみたりとか、何かその他の物体をまたそこの足と、その例えば手みたくなってるのに加えて、なんか他の物体をまた一つ置くことによって、それをなんかそれで遊んでたりとか、その動いてるところの一風景をまあなんか切り抜いた感じにはなっちゃうんだけど、やっぱりそのそれを押した跡があって、そのあるものがへこんでたりするとか、なんかそうやって、まあ、ちょっとしたそういう動いてただろうなとか動きそうだろうなっていうものをなんか混ぜて一つの作品がどんどん生まれてくる気がする、最近は。最近のこれはもうずっと前からね、最近それは基本的なコンセプト、基本的なコンセプトとしては、まあ、じゃあ代表作、じゃあこれ横山源太郎って言ったらどれ伝えたい、ないんだよその代表作ってのは。俺結構あるけどね。それであのオーストラリアの一緒に展示したじゃん、あの時の作品とか、なんか、うん、いっぱいあったじゃん、なんか壁に描き壁に描き、うん、どれもだからそのだから俺逆に代表作がないからいいなと思ってんだよね、自分自身の。ちょっとないや今ちょっと説明しなきゃいけないから、うん、ちょっと何か3つぐらい教えてよ、これとこれとこれを作ってますっていうの。まあまあ今作ってるもの、例えばもう茶碗とかはすごく面白いなと思って作ってるし、うんうん、けど別にそれが代表作だと思う。俺は壁掛けの作品の代表作だと思ってる。すごい、俺写真持ってるから多分それ使うよ、うん、すごいあれかっこよかった。でもさ、その俺の中でなぜ代表作がないのがいいっていうのかっていうと、教えてほしい、うん、その代表作ができると代表作に似た作品を作らなくちゃいけないっていう、なんか変な縛りが出てくるっていうのがある。俺はそれ関係ないじゃん。うん、そうそうそう、なんか言ってる意味わかる。で俺はなんかもう自分自身でもなんかそれ縛りはじ自分を縛り始めちゃったらさ、なんかこんなにたくさんいっぱい作れるはずなのにさ、そう縛っちゃったらもうこれぐらいの作品しか数が作れなくなるから、だからその代表作になりえそうなものがあったとしても、今はもうちょっとその手前でやめといて、やめなくてもいいかもしれない。あ、でもそれはね、あの、まあ、分かる、ちゃんとね予定があって、はい、うん、あとこれはねその、うん、要するにたくさん作ることによって俺貯金をしてると思ってるの、アイディア貯金、アイディア貯金、そう、その後から引き出すの、要するにだから今はまだそのいろんなアイディアも出てるし、新しい形とか新しい色合いとか、そのいろんなことを、いろんな種類を作って、で、一回しかもうほとんど作らないよね。でも写真とかは綺麗に残しておいて、で、そのうちさ、俺もじじいになればさ、今おじさんだけどさ、おじさんがじじいになるとさ、あのもっと頭の中がさ、
なんか真っ白になって何作っていいみたいになっちゃうじゃん。おいしゃ、何作ればいいんちゃろうみたいな感じになった時に、昔のその作品とかを見て、うん、あ、この作品いいな、じゃあこの作品もちょっとパワーアップしたやつを作ろうみたいな感じで、その発想のアイデアがなくなったとしても、過去のその作品がたくさんあればあるほど作り続けられる作品は増えていくと思ってるから、うん、だからその今はその一つの作品に集中して、それをどんどん良くしていくっていうよりかは、できるだけたくさんいろんなスタイルの作品を作っていく方がなんかいいのかなっていうふうに思ってるって、だからそう、あの、そういう風な作り方してるの、うん、なんか、まあ、自分の場合だともう、うん、いろいろあるじゃんこれ、うん、全部代表作って言っちゃうよ、うん、これも代表作けど実際そうだしなと思って、うん、もう代表作毎年1個は作りたいなぐらいの、あ、だから現在の言ってることは 100% 分かる、うん、でも俺は言い切っちゃう、うん、俺全然言い切らないよね、なんかそんな感じだね、そうそうそう、なんかね、まああとその難しいんだよね、本当に心から自分の作品に自信を持つっていうのは、やっぱこんなに長く仕事しててもやっぱり 作品作った後に、ああこれやっぱどうだな、これダメだな、ここもうちょっとここがいいなとか、なんか反省点の方がいっぱい出てきちゃうから、どの作品に対してもなんとなくその代表作って言えるものはないのかな、まだ全部ね発展の最中なんだよね、俺の作ってる作品って、そこが俺全然わかんなくて、うん、そうやって言う人多いじゃん、うん、昔の人もそうじゃん、うん、遠くのでもなんかそんなこと言ってくる、何言ってんのかなこの人、うん、俺は旗から見たらね、もう完成形が生まれてるかもしれないけど、うん、なんか一生出会えませんみたいなこと言ってくる、うん、一つも分かんない俺は、うん、いやなんかもう毎回作品作りたたびそんな感じだよ、でまああとは少しずつだけど、やっぱ時間重ねていって、ここ最近あいやこれいいかもしれないってね、納得できる作品の数は増えてはいる、あ、じゃあ昔と比べて少しずつはそれのレベルはちゃんと上がってきてるから、うん、そうずっとなんか微妙だな微妙だなと思ってる作品を作り続けてるわけではなく、やっぱ少しずつ、あ、自分のレベルはアップしてるなっていうのがそれは分かるというか感じてるから、だからまあ上手にはなってる、うまくなってるよ。リョータとの思い出で、ほう、あのリョータ昔バルビート81っていうところでさ、すごい高いセレクトショップでさ、あの展示とかやってて、さ俺もそこでさ展示やらせてもらった、じゃでリョータ来てくれたじゃんその時。全然覚えてない。あの壁にバーってさ、あの花瓶があって真ん中の丸いテーブルにこうやってちょっと背の高い花瓶がバーって並んでる展示会。あ、全然覚えてない。今頭で作ってる、うん、けど行ったんだもん、そうそうそう、ね、いや行ったんだもん、元ちゃんのことに会いに行き、そう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 、でその時に俺りょうたに言われたのが、うん、その花瓶のなんか一つをりょうたのそこを見て、あ、元ちゃんこんなこれぐらいの仕上げしかしないんだみたいなこと言ったの、りょうたが、すいませんでした、いや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 すげえあのいいことだから、あれは今でもそのやっぱ作品の良さを追求するにはやっぱこの底の面の仕上げすらやっぱしっかりやらなくちゃあかんなっていうのは今でもそれはあの気持ちちゃんとあるから、だからいいことを教えてもらったっていうふうにそれは思ってる、あ、本当、うん、だからそれはごめんね偉そうに言っちゃって、いやいやいや別にいいんだよ偉そうに、偉いね、偉そうだよ、そんなことなくていつも偉そうじゃねえかよ生きてるだけで偉そうじゃねえかよゲンちゃんと青木亮太はもう同い年なんですよ、ね、同い年で、うん、そうそうそう、だからもう好きなことは言い合えるし、あと二人とも陶芸が大好きだから、うん、もう陶芸の話だったら結構バチバチになっちゃうね、うんうん、昨日泣いてたしね、泣いてない、まあ、そういうこと言うな楽しかったよねずっと俺握手しながらね愛だよ、そう楽しい時間だった、うん、さあそれがね、りょうたの思い出なんだよね、そのりょうたが本当に教えてくれた大切なことが、で本当にそう大切で、あのこの高台っていうのが、うん、高台で、あの全てのセンスが分かるんですよ、まあこの見た目これ普通けど、これ高台めちゃくちゃかっこいい、大体みんなこう裏見る、けどほとんどの日本人はみんな見る、うん、で、エロいのがみんなここで触ってんだよね、これこうやって、あここで気持ちいいってなっちゃう、そう指で見る感じじゃない、でみんな高台を気にするっていう、
でそれがあの時の源ちゃんはもうパツーンこの色かっこいい、うん、で形面白いっていうのが源ちゃんのスタイル、うん、だから多分それでも伝えたんだと思う、うん、源ちゃんに。で源ちゃんの作品も今ちょっとずつそれを今言って嬉しかったんですけど、うん、変わってきたのかな。だからそこの仕上げまでやっぱ綺麗にならないと自分納得できないもんね、うん、それが日本人の文化が持ってるとこかな。思ってない。あのさ、ピカソって知ってる？知ってる、うん、ピカソがピカさん、うん、言ってたのがどんな素敵な一枚の絵よりも、うん、その人物がどういう人物かの方が重要であるっていう言葉があるんだよ。俺それずっともう受け継いできてて、源ちゃんもそうじゃん、面白い人物じゃん。だからそれは作った作品って絶対面白いわけじゃん、うん、だから俺好きな源ちゃん、うん、それってまあまあ大事だよね。もちろんその作品がどうしようもなかったらまあ、まあ、本当にどうしようもないけど、まあ、いい作品があって作ってる人がなんかいい人だと、まあ別にしちゃうのでもいいんだけどでもなんかその人の性格がめちゃくちゃ悪かったら、そうそういう人たまにいるの、うん、でもだったらいい方がいいよね。性格もいい作品なら、どうせならそこまでいいなら、うん、まあね、源ちゃんはいい人だからやっぱりああいう作品、なんか優しいじゃん作品が。ねえ、まあやどうなのそれ作品が、うん、あまあ客観視できないかもしれない。そうそうそう。優しいんだよなんか、うん、子供にも愛される作品を作ってるわけじゃん。うん、まあ優しいはもう自分のなんか中で一番大切なことだもんね。その陶芸とは関係なくね。あれにじみ出てる。けどみんな分かってないと思う。源ちゃんもう本当バカだから。うん、ほら、偉そうに言うから、すげえ偉そうに言うから。バカだからみんな分かってないんだよね。作品見たら絶対分かるもん。あ、源ちゃんってこんな人なんだって俺はすごい分かる、うん、絶対優しい人だなと思って、うん、だって優しくしてもらいたいじゃん。俺メンタル豆腐だからさ、優しくしてもらわないとさ、メンタルが弱い。マジ？マジ弱いよ。もう俺なんか人に悪口ちょっと言われたらもうすぐへこむんだよ。だからさ、それを守るためにも周りに優しくすると自分もさ、ある程度それで守られるじゃん。あんまりさ、優しくしてるのにさ、意地悪してくる人いないじゃん、基本で。なんか心もなんかある程度安定してないとなんか作品も作れないからさ、なんかあんまりイライラとかムカついてたりとかさ、なんかざわついてるとさ、作品作りも全然面白くないしさ、全然良くない、うん、だからうん、だからまあそうやって自分のなんか作りやすい環境を作るためにも多分人に優しくしてるのかなと思って、うんうんうん、だからそうなるとやっぱ作品にもつながってくるよね。源ちゃんさ、東京で陶芸やってんだよね、うん、俺その生活スタイルは全然わかんないけど、どんな感じでやってんの？朝何時？まあ朝はその週に2回は結構朝まで仕事しちゃうんだよね。で余裕があるときはそんなになんか根詰めて仕事はしないけど、あ、余裕がもう本当に展示会が近づいてるともう本当にその夜、うん、もうずっとガーって仕事しなくちゃいけないんだけど、うんうんうん、なんだろう、その夜一人でなんか仕事のアトリエでまあダラダラするっていうのもすごい楽しいから、結構週2回ぐらいは明け方までずっと仕事しちゃって、うん、お酒飲んでるの本気？飲むとき、まあでもちょびちょび飲んで、けどもうガッツリは飲まない、あの酔っ払うほどは飲まない、ちょびちょびなんかビール2本とかそんな感じ、うんうん、で、明けが、この朝になると7時までに家に帰って、うん、そして妻が仕事を行って、それ子供の飯とかご飯食べさせて、あと学校の準備とかいろいろ支度してバス停まで。めっちゃ忙しいじゃん。そうそうそう、いやそう、それでからアトリエに行って、うん、でもそれでからも普通になんか何もなければ、6時ぐらいの仕事だけど、まあ、子供のなんか習い事ってあるから、そういう時はなんかその前に連れて行ったりとか空手行ったりとか。ゲンちゃん連れてくるの？うん、それ俺空手も一緒にやってるよ俺。結構忙しいね。あ、そうそうそう、忙しい、めちゃくちゃ忙しい。ブレビーズ。そうそうそう。で、それでまあ連れてって、それでご飯食べて、で疲れてる日はもうそのまま一緒に子供と一緒に寝ちゃうけど、まだやる気ある時はご飯食べ終わって、それまた仕事場行って、そして仕事して。けどなんかただその自分のその制作のために時間をできるだけ多く費やすようにはしてる。
少しでも多く、なんかアトリエにいる時間がやっぱすごい楽しい、うん、そのいろんなこのことができるよって言われるチョイスの中でもやっぱ自分仕事場にいて仕事してるのがナンバーワンチョイスかもしれない、うん、やりたいことは何かっていうのが、ライターの質問ある？仕事場にいる時間の中で、うん、制作をする時間と、うん、制作以外のことをする時間ってどのぐらいの割合です、うん、なんか考えたりとか他のなんか作業だったりとか。そうだね、なんか面倒くさい作業あるよね。多分請求書出したりとか、なんか例えばコンセプトとか書いたりとか、なんかじゃあこの道具必要だからなんか注文したりとか、いろいろあるよね、そのもの作ってる以外の時間、事務作業が、ね、事務作業だよね。全然考えたことないな、そんなの。ごめん、よくわかんないわ。はい、僕の答えです。仕事場に行って、うん、作らない日っていうのはありますか？作らない日、はい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 、作らない日、考える日、作らない日は、粘土触らない日はほぼほぼないですね。行ったら必ず何かしら粘土触ってます。その他にいろいろやることがあったり、例えば梱包作業とか結構詰まっちゃってたりすると、まあ時にはその梱包作業だけ、梱包発送作業だけで一日終わっちゃう時もあるし、まああとはもう疲れすぎて本当に一日中寝ちゃってる時もなくはない、それは。うん、けど基本何かしら粘土を触ってる、毎回アプリに行くと。私が聞きたいのは、はい、ケンちゃん未来どういう風になりたいの？未来、ああそれすごいシンプルで、あのやり続けたい、この仕事、この陶芸っていう、そのどういう作品を作りたいとか、どんな人間になりたいとか、その例えば美術館に所蔵されたいとか、そういうようなのではなく、この仕事、まあ、いつも俺この陶芸を仕事って言うとね、りょうた怒るんだけど、仕事じゃねえから、うん、これをねやり続けたい、死ぬまで。だからその環境があればどうだっていいと思ってる。でそれに加えて、あと家族、そうそうそう、家族が近くにいて自分の仕事を続けられる環境が自分、僕も求めてる未来で、そうなると自然とやっぱある程度の収入が必要だし、ある程度の知名度もどんどんそこに備わらないとやり続けることができないから、うんうん、だから多分きっと自然と収入も増えてくるし、今より、うんうん、できっと自分の作品ももっといろんなその国にあったりとか、いろんな人がコレクターになったりとか、そういうのも増えてくるから、まあ、知名度も自然とそれは増えていく、高くなると思う、うん、けど別にそれはもうただそれはもう付随してるだけであって、自分の目標に、うんうん、それよりそうなんか作品、自分が、あ、面白いな、そして自分と一緒にそれを面白いなと思ってくれる、そう、うん、作品を作れたり、そういう人が周りにいてくれるだけで俺はいいかなと思ってる。じゃあ陶芸と心中してるね。あ、全然全然、もちろんもちろん。いや一緒だ。うん、それは一生もんだもん。まあこれしかないもんね。うん、そう、だからこれ以外できないもん。スケボーだってさ、うん、もうさ、もう体ガタってきちゃって、体、ガタ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 、病院行ってたじゃん。そう、肩も剥離骨折したしね、もうなんかよくわかんないからね、陶芸はもう本当に。そう。陶芸と心中してる人なんですよね、うん。自分も陶芸と心中してて、やっぱそういう人と喋るのは一番面白い。そうなんだ。でも毎日本当に何作ろうか、あれやったら面白いかな、これすげえいいアイデアかもしれないとかさ、寝てる時にさ、なんか考えて、あいつも考え、寝ながら作品とか、あ、作ったりするでしょ。作る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 、夢で、あの、あ、こうじゃないなとか、なんかやり方とかでもね、いろいろねプラン立てたりする、寝ながら、 あの、あれ不思議だよね、うん、全然ある。寝てる時に作品作ってて、うん、で起きたら全部忘れてんだよね。もうそうなんだね、夢なんか大体忘れてるよね。でもなんかちょっと思ってたみたいな、けど本当にそう、うん、でちゃんとそれは脳裏に残ってる。で自分が残思ってるのはその夢の中で見るじゃん、作品作ってて、うん、でできました、で半分以上忘れてるけど残ったやつはいい作品になるんだよ。うん、なんか自分そう思ってる。別にそこでメモとかしなくてもいいと思うし、うん、まあ現地も同じタイプ、まあ、頭の中にはそう夢で見るってことは何かしら残ってるから、うん、なんかそれ形にできるんだろうね、うん、その全部 100% 形にするのは難しいけど、夢で起きたことは、けどちゃんとね、自分の中に頭にあるから、それが夢で起きることであってさ、だからちゃんとそれはある程度の形にするんだと思う。そう、年がら年中何見てもさ、あ、これ形にしたいわ、これ作ってみたいわとかさ、あ、いい発明したとかさ、なんかもうそれが楽しくてしょうがないよね。
考える、そう、陶芸ってそのものを作るだけじゃなくて、その何を作ろうかとか、あ、これもしかしたら面白いと思いつく瞬間は気持ちいいよね。そう、それがね、うん、その陶芸ってその途中がめちゃくちゃめんどくさい、長いし壊れるし時間かかるし焼かなくちゃいけないし、うん、失敗もするし、そう、けどこの思いついた瞬間とそれがちゃんと自分のイメージ通り出来上がった、この2つの瞬間が最高レベル。これね、1ヶ月の場合もあるし、10年、20年の場合もあるし、なんかこれ面白いよね。うん、そうだね、そう、本当に思いついた瞬間ほど楽しいものがないよね。またさ、俺すげえいいこと思いついちゃってさ、教えて。あ、今話した。